アウロラケラトップスは、夜明けの角の顔を意味する中国と韓国の白秋、前期やプチアンキの地層から知られる二足歩行の、角竜の属の一つ。俗名は、初期の角竜であることと、古生物学者のピーター・ドットソンの妻、ドーン・ドットソンの双方にちなんでいる。最初の標本は中国、北欧部、甘粛省の馬宗山地区の大やけ場泉盆地、新民舗装群で発見された。 2019年には完全な骨格を含む80以上の個体が発見された。種商名、ルゴッススは、ラテン語で、洗いを意味する。これは、頭骨表面の複数の箇所にある素面、特にこの動物に、特有の涙骨の表面のシワの広がりに由来する。アウロラケラトプスは、アーケオケラトプスに次ぐ馬総山地区で2番目の、新津の流類である。 模式表は本 IG-2004VD-001 は、亜生体の粉骨を欠く、ほぼ完全な頭骨と頭頂骨で構成される。復元図ほとんどの他の新津の竜類は長く狭い、粉部で特徴付けられるが、アウロラケラトプスは、より短く広い粉部を持つ。20センチメートルの頭骨自体は、平たく幅広い。全上額骨は少なくとも2体の黄門のある。 牙状の葉を備える。眼下の前側と頬骨の下顎に対応する部分の素面は、生体ではほぼ間違いなく、ケラチンで覆われていたと思われる。アウロラケラトプスはかなり派生的な中型の基板的、新津の流類であり、その系統に多様性を追加した。その頭骨は、アーケオケラトプスやリアオケラトプスには見られない特徴を示す。 2019年に出版された大骨格の詳細な分析では、この動物が二足歩行をしたことが示唆され、体重は1 5 5ラムと推定された。ありがとうございます。